灰色ゴケグモは、ヒメグモ科の毒を持つ小さなクモの一種。オーストラリア、中央アメリカ、南アメリカ、太平洋諸島を原産地とする。日本では、神奈川県横浜市の横浜港、本木不当にて初めて記録され、東京都、愛知県、大阪府、福岡県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県でも記録されている。体長は2.5から10ミリメートルで、 メスの方が明らかに大きい。休憩の腹部は黒か主色で赤葛色の反紋がある。都市部の建物周辺や側溝の中などに生息する。網はセアカゴケグモと同様の不規則網を作る。アルファラトロトキシンという神経毒をメスだけが持ち噛まれると激しい痛みや嘔吐などを伴う。セアカゴケグモよりも攻撃性は低いと言われている。 2019年11月3日に関西国際空港からグアムへ渡航した大阪市在住の40代男性が飛行機内で右足の太もも裏側を交渉され翌11月4日に現地の医療機関で治療を受けた例が報告されている11月7日に帰国後男性が関西国際空港の検疫で自己申告し翌8日に近畿地方環境事務所に報告した 日本では1995年11月27日に横浜港本木埠頭にて横浜県役所の職員がセアカゴケグモがいないか調べていた際本木海釣り施設のベンチ裏側にて初めて発見捕獲し鑑定を依頼された国立科学博物館により同年12月11日に灰色ゴケグモと報告された 資材に紛れ込んで侵入したとものと考えられる。日本では2005年に外来生物法によって、ゴケグモ族のうち本種とセアカゴケグモ、クロゴケグモ、十三シゴケグモの4種が特定外来生物に第一次指定をされている。ありがとうございます。